よし、行きましょう。わあ、びっくりした。なに？なんか飛んできた、で、その飛んできたことと関係ない戦闘かい。なんでよ。飛んできたことと関係ない戦闘が始まるという奇跡。なんか飛んできた、飛空艇的な。飛んでこない。消えた。どういうこと。貴様ら反乱軍だな。赤ムッチムチや。太ももがキャプテン。太ももがムッチムチや。これあかんぞ。これ強いかもしれんな。安藤さん、赤。うわ、最悪や。いや、初見殺しやな、これ。あざーす。もう一回飛んできたの見よ。なんで飛んでこうへんねん。いや、飛んできたやん、さっきね。飛んでこうへんよ。いや、さっき絶対飛んで、いや、幻じゃないやろ。絶対飛んできたやろうが。なんでもう飛んでこうへんのよ。いや、飛んできたことに動揺して動いてもたから雑魚戦が始まって、そのせいで見えへんかったね。もう二度と飛んでこへん。これちょっとセーブこまめに行った方がいいタイプやわ。やばいっすね。雑魚のレベル、雑魚っていうか、その、とんでもないレベルの敵がおって、絶対もう戦ってしまったらエンカウント発生イコール終わりみたいなことが起こるな。セーブすごい早いんで、もうバンバンしていこう。ちょっと待ってくださいよ。喋りかけへんかったらええんでしょ？酒場や、酒場。酒場に味方がいるはずだぜ。探そうぜ。あの黒いやつ絶対あかんやつやわ。だから絶対喋りかけたらあかんやつや。もう帝国に占領されてるとは思えへんぐらい安らかな曲流れてますけどね。ものすごい平和な曲流れてるけど、こういうところは商売、あ、いない、おらんわ。酒場よ。ヒントは酒場やと思うんやけどな。パブあった。うわあ外や。こう見えてないんでしょうね、こいつらの。大外ぐるーっと回る感じかね。敵がいる。ああ、ただの蜂か。よかった。ほう、ネットは逃げおるね。ぐるっと回って。よし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 。こういうことですね。いけるいける。パブ。まあ、雑魚はね、普通常エンカウントの雑魚は弱いから別に大丈夫や。全然大したことないので。毒すぐ治った。毒食らってすぐ治った。え？毒がターンで治るんやね。当たった。弱っ。はい、パブ入ります。こいつら喋ったらあかんぽいな。すん、こいつやね。おいおい、カウンターの中に入られちゃ困るな。まったく帝国のやつはガサツで困る。ブツブツ尋ね、野原、この壁に隠し扉がある。野原って一言言うただけやのに、奥に傷ついた戦士がいる。俺はもうこんなところはコリコリだ。あとはお前に任せるよ。それじゃあな。いやほっていかんといてよ。
取っていったけど、傷ついた戦士、ほろ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 、戦士、名前が戦士かよ。戦士、俺を帝国に売る気か。それならせめて殺してからにしてくれ。生きたまま捕まりたくはない。野原、そうか、君たちは反乱軍だったのか。私はスコット。あ、スコット、死んだんじゃないの。カシオーンの王者。え、あなたが討ち死になさったと聞いたのですが、生きていたんですね。ああ、だがもう長くは持たない。君たちに頼みがある。私の弟のゴードンに伝えてほしい。お前には素晴らしい能力がある。もっと自信を持てと。フィン王に伝えてくれ。フィンが敗れた原因は暴言白紙。ちょっとメモっていいかな。そんなバーって言われてもね。ゴードンには、お前にはもう、お前、頑張れ、でしょ。フィンが敗れた原因は暴言伯爵が裏切ったためだ。奴は今帝国の将軍になっている。それからヒルダ、ちょっと待て、箇条書きで書かんと無理やぞ。愛していると、いや、これはヒルダには伝えないでくれ。なんやねん、ややこしいから入れんなよ一回。ほな、私はもう死ぬ。ヒルダは別の人を愛すべきだ。あの、私の兄のインドの槍をご存知ありませんか。あいにくだが役に立てなくてすまん。そうだ、このリングをあげよう、きっと役に立つ。ふう、疲れた、そろそろ眠らせてくれ。こっちのセリフやな。リングを手に入れた、てんてんてん、リングを手に入れた。いない、消えた。なんでリングは装備するのかな、腕かな。めめめ、あれ、ポーション持てた。え、なにこれ、ポーション持てるの。ポーション持てるな。え、ポーション持てるんや。ポーション持つとどうなるんやろ。持てる。一応じゃあ持つか、お前ら。安藤さんは、ダイナマイトね。持つ。あ、持てたな。持てます。オッケー。よし、行こう。じゃあ、とりあえず、ゴードン。ゴードンに、何やったっけ、ゴードンに100均で小麦粉買うてこいっていうのを伝えて、あとはフィン王に、明日雨降るでっていうこと言って、あとはヒルダにスタッドレスそろそろノーマルタイヤに戻しといてっていうことを伝えるってことでしたよね。 OK っす、受けたまわった。よし、シュイシュイシュイ、オッケー。あの城がね、全く入れへんかったんで、城には行こうとしたんですけど入れへんかったんで、こうこうこう、これ逃げおるのよ、雑魚がめちゃくちゃ逃げおるっすわ。まだ序盤も序盤やけどね、この逃げ率はすごいっすね。すごい逃げおるね。当たんねー、当たんねー。マジか。はいはいはい、スー、はい、ピエロ、これがゴブリンだよね、ピエロね。悪魔っぽい感じ。意外とあのレベルというかさ、 HP とかそんなにスッスッスッと上がらないっすね。もっとトントントーンって上がるもんかなと思ってたけど、意外と上がらなくないっすか。なんか
そのレベル制じゃないのはまあ分かりましたけど、もっとこう序盤やからもっと上がってもいいのかなっていう、意外と上がらんな、上がり幅がでかいんやろうか。あれ安藤さんが HP1 回上がって55になってるんかな。いけるね。 OK、 ここスルーでいい？いいよな。よいしょよいしょ、うん、取った。うわめっちゃ吹っ飛んだ。クリティカルヒットはあんだけ吹っ飛ぶんや。へえ。すぐ治った。ほら毒すぐ治るんですよ、 なんか知らんけど、なんか毒めちゃめちゃ弱体化してない？ワンの時めっちゃきつかったのにな。毒の効果が全然ないんすよ。当たんねー。ドクター毒はどういう効果なんやろうな。今んとこその具体的に毒がどれぐらいきついかとか全然わかんないっすね。 HP も減らんしすぐ治るし、戦闘中に少し減ってるのかな。今んとこ不明、全く不明。やるだけよ。レベルも全然上がらへん。マジで全然上がんないです。上がらなすぎる。あ、毒、あれが毒やねんな。一応毒でも行動はできる。少し食らったか。ターンで食らうのかな。いやいやいや、もう当たんないんですよマジで。これで回復。特にもう自分の中のね、なんかあの体内での処理がすごいんですよ。抗生物質いらず、力が上がった。こうこうこう、あ間違った、スーン間違えました。完全に間違った。痛い。いや戦闘は正直余裕。なんか黒騎士と反乱軍の兵士ともう爆発的な強さ、あっさですよね。あの爆発的な差があるのとめっちゃ弱いのとの二択っていう謎の感じですね。331ギル。よし、ちょっとケアル買いに行こうぜ。ケアル、まあいらんけど、現状あんまいらんけどな。まあまあ先じゃあことづけますか。ゴードン、あれあれ、ゴードンに伝えろ言うて、ゴードンに伝えろ言うて、これか。そのリングはスコットの。そうか、兄がそんなことを言っていたのか。お前覚えるコマンド持ってんねんから覚えろよ。覚えるコマンドをなぜあの時に出さない、お前は。え、何もせえへんの、いかへんの、それで終わりな。だからなんかあかんのちゃう。まあいいっすけどね、人のことなんかかまってられへんの。KR の本どういうの使うのやろうね。アイテム、 KR の本、誰が呪文を覚えますか。ここ。わあ、じゃあもうみんな覚えられるんですかね。これはそういうことかな。いいやん。いいやん。ちょっと待って、じゃあヒルダとフィン王と話しに行こうか。もうゴードンはあの低たらくやから、もう動きおらへんから。まずはじゃあ。いいか。
女王ヒルダ様のもとへ、アイテム、リング、そのリングはスコットのものですね。彼は生きているんですか？王子はフィンの町にいました。私たちにこのリングを託すと力尽きて。それではこのそのリングは片身の品。彼は何か言っていませんでしたか？いえ何も。このリングを受け取ってください。愛してるって言ってたんやから言ったれや。それはあなたが持っていてください。勇気あるものにふさわしいリングです。フィンに潜入して帰ってくるとはあなたの力を見くびっていました。反乱軍に力を貸してください。魔法の金属ミスリルを手に入れるために強い戦士を必要としているのです。覚えろってことやな。ミスリルを、ミスリルを学習。フィンの戦いは装備の違いで敗れたのです。そんな感じせんかったけどな。めちゃくちゃ強かったっすけどね。ミスリル製の武器や鎧を使っていたのです。考え方がやっぱりそのコルド大王の考え方やから。それは帝国はどこかでミスリルを見つけたのです。サラマンドに住むヨーゼフという者に調査を命じたのですが、まだ連絡がありません。ミンウと共にサラマンドへ行ってくれませんか？行こうか。フィンから帰ってきたようだな。君たちを待っていた。共に戦おう。君たちに私のカヌーをあげよう。お前持ってたんかい。お前持ってたんかい。や、はてな、なんで知らんねん。なんでミスリルのこと知らんねん。何にも知らん。まあまあいい。サラマンド、サラマンドに行きまんど。これお前も、お前もそうか。スコットも死んだか。なんで分かってん。リング見せてへんやろうが。スコットはヒルダにプロポーズしておったが、その返事も聞かずに行ってしまったか。彼ならばヒルダの婿としてふさわしいと思ったのだが、リング何も起こらなかった。カヌー何も起こらなかった。なんなん。ちょっとじゃあミスリルのこと言えや。はるか昔には多くのミスリルが使われていた。北にあるセミテの滝でもミスリルが採掘されていたという記録がある。ほうほう、お前ええこと言うな。セミテの滝、でもちょっとサラマンドの方も行かなあかんからな。サラマンドはあの場所の情報なくない？バフスクでは帝国の大戦艦が作られている。町の人は奴隷となり働かされているのだ。カヌーがあれば東にある湖を渡ってパルムに行ける。パルムは聞いてないね。美味しいけど。ミスリルを武器屋のトブールに渡せばいい武器や鎧を作ってくれるわ。あ、そっか、そういうことか。どうする。先にちょっともう一回これ喋っていくか。ミンは行く言うとるぞ。お前行かへんのか。カシュ王に代々伝わるミスリルの剣をスコットが持っていた。あれは素晴らしい切れ味だった。なる。ええやん、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 ええやん。めちゃめちゃ欲しいやん。ええやん、行くやろ。行くでしょ、行くでしょ。ちょっと待ってよ。ミンウ強い。ちょっと待って。お前が行けや。ほな最初から強っ。おい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 、すごいね。アイテム、冷たがい。何それ、何それ、冷たがい。エーテル、銅の胸当て、冷たがい。右手は杖。魔法でしょうね多分。うわ、なんなんこれ、すごいっすよ。どういう意味なんやろ。6、7とかこれどういう、5の69とか言われてもな。6の78、3の20とか、1の00とか、なんのことやねん。使ってみたらわかるか。ビー、それね、そらそうなんですよね。ミンウのこの熟練度が凄まじいですね。東行くかセミテの滝行くかやけど、どうする。セミテの滝も気になるけどな。ここか、ここがパルムか。うわ、もう船あるわ。ちょっと待って、パルム行けたけど、
ミンウのグラフィックこれめっちゃええやん。一人だけ特別扱いがすぎるぞ。特別扱いがすぎますわこれ。なんやのこれ。ちょっと魔法使ってみようか。攻撃系ホーリーみたいなのないのかな。ホーリーフィアーアンチフォーグチェンジフィアー。ええなんて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 メッセージが早すぎる。まあ、魔法の効果はまたちょっと調べときたいと思います。聞いたことないような魔法がたくさんありますのでね。セミテの滝気になんねんけど、消費 MP が左の数字っぽいな。まずね、まずそれは間違いなさそう。フィアーなんか一瞬見えてるんですけどね、もう残像でしか判断できんから早すぎて弊害が出たわこれ。完全に弊害が出たね。よいしょ、どつかせてみようか。どつきは多分あんま強くないと思うんですけどね。魔法に特化した感じでしょ。あ、安藤さんの HP めっちゃ上がってるやん。よう見たらすげえ。ケアルとかやってみよう。あ、間違えた。逃げるや、逃げるやってもだ。逃げられない。ミーム下げとこうか。いいか。別に死なんでしょ、前でも。杖でぶん殴らせよ。逃げるがね、このすぐ下にあるの嫌やね。逃げるこことかでもいいんやけど。言うて逃げんし。こう。いいね。さすが7消費するだけのことはあるわ。ケアル7って結構重いもん。燃費が悪い。ちょ、滝見に行きたいねって。滝見に行っていいですか。あの巨弱の HP 上がらんかな。フォーグフォーグフォーグで突き刺す。いけ。なんてなんか多分ステータス以上みたいなことを与えてるんでしょうね多分。味方にでいいからさ、あの命中率がアップするみたいなやつはないのかね。ブリンクは多分回避率アップやと思うんですよ。プロテスシェルは多分そのまんまやと思う。アンチアンチ、MP が減ったって出た。いらねえ。MP 減らした。はははは。は MP は削ることができるんや相手の。ていうか無限じゃないってことや。少なくても少なくとも MP は無限じゃないっぽい。チェンジチェンジはチェンジは場所のチェンジかな。チェンジも魔法でやるんすね。チェンジ、ええやめて。なんかに変わったんかな。あかん、ちょっと待って。ミンウの HP が ものすごい減ってるわ。ミンウが勇者にチェンジしたんや。 MP があかん。ミンウが、ちょっとミンウがあの義乳状態。やべ、カエルとチェンジした義乳状態です。急にミンウが、これ多分勇者とチェンジした形で何してくれてんねんみたいな感じになっとる。介護官、そういうことでしょこれ。なんか知らんけど、あの
いらんもんチェンジしてもて、これあかんあかんあかん、強いやつとチェンジするんやで、これ本来は。それにしてもね、ちょっとだけ失礼ですよ、その自分とねチェンジしてね、うわこれし、この体しんどいわみたいな、ちょっと失礼やろ失礼やと思いますけどね。高い、いやミンウのせいでしょこれ。ちょっと待って、魔法回復できひんしな。うわ最悪、高っこれ、ちょっとうわ足引っ張るわ。だって僕自身はね、勇者自身はピンピンしてるんですよ。そうやのに自分がちょっとチェンジしただけでしんどいわこの体みたいな、失礼でしょ絶対失礼やと思うけど、ちょっとしゃがむわみたいな。いや俺生きとんねんちゃんとわし生きとんねん、俺こんなんでは無理やわみたいなね。失礼にも程があるわ。オッケー、ミウももう殴らせるよ。うい、弱いな、やっぱ物理に関しては弱い。ていうかさっきミウレベル上がったし、ちょっとミウめっちゃ上がるし、ええー、ねんミウは。え、来た、おっと大丈夫か、マジシャンとソルジャー、ちょっと大丈夫か、不安。魔法来た、ブライン、暗闇ブライン4。あーレベルみたいなことやね、これ多分ね、ブラインのレベルなんや。ピロロロロ、何ちゅう音してんねん、ピロロロって言った。ちょっと強くないっすかこれ、グラサン置いていく感じ、グラサンを置いてくる。いやー強いな、いやー強いな、いやー強いな。逃げましょうか、これあかんな、ちょっとこれあかんで、これちょっとあかんね、ちょっと逃げます、これあかんやつ、あこれ絶対あかんやつや。ちょっと待て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 、グラサン置いてくる。いやまずいまずい、ブリザードっていうか全体なんか、ブリザードとかも、ブリザード5、やばい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 、ミュー取り残されている。ちょっと待って、まず一旦回復する、テレポ、あれ逃げるんや、危ない、やばい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 、ふぅ、はいはい、飛空艇のとこからでーす。チキショウくそ分かってたのに、セーブしとかなあかんって分かってたのに、大して変わってへんけども、いやー強いなー、白魔法師一人おるごときではもう太刀打ちできんわ、物理的なことが強く、その攻撃が強くないと無理や。なんじゃらねーこれ、参ったなー、魔法欲しいっすね、こうなると。ケアルはミンウに任せて、ちょっと魔法、その魔法っていうか、ちょっとパパッと飛ばしながら行きますよ。あのブリザードとかさ、ファイヤーとか、あの辺欲しいな。完全にもう持っていかれたもん。
ポル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 。はい、しゃべれ。はい、しゃべれよ。はい。はい。もう、ろくに聞いてへん。ろくに聞いてへんぞ、もう。切れてますからね。切れてるやん。ちょっと切れてるもん、ほら。なんか。ちょっとイライラしてますもんね。スコットに会った時。もう2回目やね、2回目やね。さっと喋ってくれ。さあ今、チェンジミスとかもいろいろあったから、ねえ。いろいろあったけども。しまったな、安藤さんせっかく HP 上がってたのにな。すぅ。MP とかも全然上がらないっすね。ミウどんだけ修行したんやろ。あいつすげえな、一人でどんだけこの辺戦ったんすかね。ものすごい量の戦闘をこなしてますよ、ミウ。よし。あれ、魔法のレベルも上がっていくのかな。だから多分魔法使ったらいいのか、それとも持ってるだけでいいのか、その辺も分かんないですけど、あの後ろの数字がレベルでありそうなのは間違いないですね。ブリンク4とか出てたんで、手前が消費 MP っぽい。すぅ。まあ素直にじゃあ東の国の方行こうか。上行ったら確実やばいわ。多少雑魚戦やったぐらいではあの差は埋まりそうにないので、やっぱりね、武器の差がでかいわ、やっぱ。武器の差ですよね。こうなってくるとやっぱ武器の差がでかいな。よし。レベル上がらんな。こい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 。こいこい。大体でもね、なんかその得意不得意みたいなことはありそうな雰囲気はあるんですよ。その元々の HP が違うっていうのもあるから、だから多分まあ巨尺さんに魔法を使わせるっていうのは悪くない選択やと思うんやけどな。回復なのかその攻撃なのかとかはちょっと置いといて、なんかステータスちゃんと見てみようか。どれぐらいこの時点で差があるのかとかで、だいたいその成長の具合とか分かりそうやから、まあ普通に考えて勇者主人公としたら、まあ物理攻撃キャラ、安藤さんはもう木こりキャラで、 HP が低い巨弱がまあもともと弓つけてるっていうのもあるし、多分魔法回復薬とか、インドの槍手が魔法黒魔法 いけそうっすよね。インドやし、なんかすごいその黒魔術の感じでいけそうやから、最初あいつ入るんでしょ多分。今はインドに修行に行ってますけど。よし、ちょっとステータス見てみていい？勇者が力10、素早さ10、知性全部10やな。オール10の男や。まさか、まさか。あ、全然違う。素早さが15で、ほら、知性がすごい高い。頭いいねや。安藤さんは？
安藤さんもうムキムキやほら力が。でも素早さがない。はははは。勇者だけすごいバランスタイプや。バランス野郎ですね。オッケーオッケーオッケー。わかった。バランス野郎。ちょっと待って、装備しとく。ポーションを装備してたんよ。あれ、これがよくわからんけど、戦闘中にはもしかしたら装備してるものしか使えないとかそういうことなのかな。ちょっと忘れないように今度使ってみます。2つ装備できましたよね。一応アイテム枠2個あるっぽいかったけど、なんかほらここ2ついけんねん。ポーションもいけるんや。ということはやっぱ消費やろな。装備してないと使えないパターンかな。装備してないと使えないぜのパターンかなと思いますけど、行くぞ。ミン行くぞ。行くぞ行くぞ。はい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 。行くぞ。はい、もうミンはもう全然分かってない。全然分かってません。よし、次は王さん、王様。ええ、あー、いえいえいえ、リング見ろ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 、何も来ない。あー、よし、オッケー、行きましょう。ゴーゴー。魔法に対する解説は出てないな。すごいっすよ、KR と57とか。バスナ。バスナ。エスナじゃなくてバスナ。こういうところでもセーブってできるのかな。ここではセーブできません。ワールドマップ上でセーブしてください。はい、すいません。こまめに。よし、はい、 OK、 行きましょう。あ、やっぱこういうことや。ほら、アイテム冷たがいとエーテルや。え、冷たがいて冷えた貝かな。おいしないで、カチカチなったるの。安藤さん力上がった。よし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 。安藤さんはやっぱミンウに見られてると急に力をね、なんか急に元気になりますね。やっぱミンウが何らかの与えてますね、パワーを。ミンウに見られたら急に張り切るから、ちょっとタイプなんじゃないですかね、安藤さん。ミンウのこと当たらない、なんか急にやる気出すんですよね。よし、オッケー。カヌーは全く一緒やな、グラフィック。よし、到着。青い。よう、あんたら船に乗らないかい。ポフトまで32ギルで連れて行ってやるよ。いや、ちょっと待って、急やな。ポフト、ここパルムやポフトはまだ帝国の攻撃を受けていないんだ。うん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 。ここから船に乗るとポフトという町だ。いや、ミスリルのことをね、そのちょっと待ってね、ちょっと待ってよ、待っといてね。よう、姉ちゃん一緒に飲もうぜ。やだ、もう海賊。メイス、アクス、ユミ、まあしょぼいな、それほどいらんか。ここパルム、
町の入り口にいろや、お前。ポフトの先、バフスクやサラマンドは来た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 、帝国に占領されてる。サラマンド帝国に占領されてんねや。パルマ、自由な町よ、あたいと一緒にここで暮らさない？まさかの即プロポーズですよ。あ、ブロンズ装備や。ミスリルの前にブロンズがあるんすね。へえ。銅の胸当て、文字が入らへんかった。欲しいな。いやでも魔法、さっき言えば魔法の方が欲しいかな。防御力はまあそこまでまだ気にならないですけど、雑魚やったら攻撃が当たらないのが辛いっていう。うわー、もう白いな、白魔法ですな。もういいか、とりあえず1個ケアルの本買いました。で OK、 1なんでしょうねあれね。使った回数とかそういうことなのかな。いや1やな、100やな。左がやっぱレベルか、右が使った回数かな。例えば使った回数が10回超えたら、100超えたら1上がるとか、そういうことなのかもしれないですね。よし、じゃあ乗ろうか。飛行機じゃない、船。飛行機乗ってどうすんの、ね、LCC 乗ってどうすんの、ね、行こう。町の表に船が待ってるから乗ってくれ。はい、いかんと進まんしね。いった、ゴー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 、ゴー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 。あっという間、なんちゅう街の形でねん。ここなんやねん、ここなんやねん、ほこりがたまるわ。よし、行きましょう。港町ポフト、ここから北に行くとサラマンド、東に行くとバフスクです。まずは北やな。ようあんたら船に乗らないかい。あー、ごめんなさい。うわ、いっぱい、すごいいっぱい。バフスクの町があるが、あそこは帝国に占領されちまってるんだ。何か恐ろしいものを作ってるぜ。戦艦やで。おわ、びっくりした。シド、飛空船に乗るか。金さえ出せばどこでも行くぜ。覚える、飛空船。何言ってんの、何言ってんの。金さえ出せばどこでも行く。飛空船に乗りたきゃ後ろのやつに金を払いな。何言ってんの。シドの子分、世界にただ一つ。シドの兄貴の飛空船に乗りたいのかい。遠いところでもあっという間に連れてってやるよ。もっとも金を持っていればの話だがね。はい、バフスク、サラマンド、金でいける、金でいけてしまう。まあ、ルーラ的なことかな。東にバフスクの町があるが、あそこは帝国に占領されちまってるんだ。あれ、同じこと言いよるこれ。ああ、同じこと言いよる。すごい人数いるけど、みんな同じこと言いよる。うわうわ、同じこと言いよる。これまさか3人とも同じこと言いよる。おわうわ、おもんなこいつら、同じ話ばっかりや。一人でよかったやつや、全員同じこと言いよるぞ。ようあれで飲めるな、全然おもんないやん。あんた飛空船を見たことあるか。あれはこの町に住むシドっていう男のものだ。あれを操縦できるのはシドだけさ。見たことある、一回だけ、チラッとだけ見た、見ましたよね、一回だけチラッと。フラフラやった、ちなみに運転。武器しょぼいな。黒魔法あるかね。なんかしょぼいな。こんなんですか。来たところと変わんないですね。サラマンド行くしかねえな。うわ、こいつらも同じ話ばっかやな、ほんまに。シドならこの町のパブにいるだろう。金さえ出せば飛空船に乗せてくれるぜ。オッケー、でもまあまあ、どうせ歩きで行きます。レベルも上げたいですし、装備は同じですね。あとはまあええか、左下ぐらい。同じことしか言わないからね、これ。曲はいい。よし、北へ向かいましょう。